どうも、ブヒケンです。本日は土曜日です。優しい時間を過ごしております。しかしまあ毎日毎日暑いでございますね。まあね、優しい時間がずっとね続いてるんでね、ちょこちょこちょっと3100ちゃんの方はね、あっちこっちね細かいの見てるんですけどね。それと昨日ちょっとね、ジョコンダさんのフォグランプがもうサビサビなんでね、ちょっと外してね、サビだけ落としたんですけど、やっぱダメですね。もともとクロームなんで、サビ落としちゃうとそのクロームごと落ちちゃうんで、こんななっちゃうんですわ。まあね、もうここまで錆びちゃうとさ、錆を落として、ほいじゃこれどうするかって言うと、またリクロームだもんでさ、そうやって考えるとね、もう買った方が安いのよこれ、大した金額じゃないのでね。できればさ、東寺門の本物つけたいじゃんね。いろんな種類があるんだけどさ、そういうのってまあやっぱオークションとかでも出たりするんだけど、海外の、まあとても買えるような金額ではないです。すさまじく高い。まあそれを高いと見るのか、いやその程度の金額で買えるのかって見るのかはね、個人個人の考え方なんでね。正直ね、3、4万でね、僕がいつも欲しい欲しいっつってるやつが出るんだけど、大体時々ね、こう左右プニュップニュッてなってるやつがあるんだけどさ、そういうのが欲しいんだけど、まあ程度がいいやつでもね、3、4万で出たりするんだけど、その3、4万というのは私にとってはめちゃめちゃ高い金額なんでね。まあ別にカードで買うもんでいいんだけどさ、だけど結局それも支払いをするじゃないですか。今ちょっとなるべくそういう金額を減らそうと思ってね、パーツとかも買わないようにしてるんですよ、自分の。ねえ、あとね、確かね、今月のあれで見たんだけど、20何万ぐらいなん、毎月3万、リボルディングだもんでね、3万ちょっとずつ払うんだけど、あと20何万ぐらいでなくなるので、ちょっとそういうね、支払いをね、なくしていきたいので、まあその後にね、また余裕ができたらね、いろいろ買いましょうよ。ちょっと当分ジョコンダさんの方はね、フォグランプがない状態。それとね、昨日ちょっとあれだ、3100ちゃん、いろいろねマス締めとかまたやってて、ちょっと一個思い出したんだけど、よいしょ、これエアコンのね、水を出す管があるんだけど、それをつけるのを忘れちゃってたので、下にあるんだけどね、ドレン、それをちょっとつけよう。そういう地味なことをやっております。じゃあちょっとやっていこうかね。キットの中にはね、やっぱりホースが入ってたんですけど、とてもじゃなきゃ足んねえよっていうぐらいの長さね。そんなんでちょっとなんかを使って作ってみましょう。しかもこいつ2本あるドレンが。そしてちょっと待って、ふと、あ、痛い、ふう、いて、すねぶった。そして、12ミリか、そんなでけえ。そんなでけえやつはねえぞ。おっと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 、10ミリとかあるけど、できればこういうホースでないかな。これは全然足りんな。な、足りん、幅がね。これが一番多分太いけど、これじゃ太すぎだな。次これだな。あ、これじゃちっちゃいな。いや、これでなんとかなるかなと思ってたんだけど、刺さんねえな、あそこに。買いに行くしかないのか、また。お金がないからさ、ないもんな、お金がないからきついよ。
しかもあれ2本を1本につなげにはいかんな。12ミリでそんな都合のいいものはあるだか。まあダメだったら両方ともバラバラにこう出すしかないよね。ちょっと待てよ、ちゃんと見よう。もう一回ホースを買いに行く前に、ちょっと待て、そんな大きい三つ股のやつないよな。そうするとこっちはこっちで出すしかないな。しょうがないよな、こっちが一本にできればつなげてそこへ出せるんだけどね。ここよいしょ。まあ時間があるから地味に行きましょうかね。さすがにそんな太いホースないんじゃないかな。ちょっと缶に行ってみるか、カードで。借金がどんどん増えてくよ。クソ、減らしたいのに。あー、もう7月ですもんね。今日7月の2日。先月もね、あれなんですよ。結局無収入じゃないですか。今仕事やってない状態なんで。無収入なんですけど、払うものは払わなきゃなんないもんで、ここのね、ローンとかさ、いろんなもの、そういうのをね、まとめてお金を借りちゃいましたよ。借りちゃいましたよ。参ったね。だから早くさ、早く病院が終わって退院して次の仕事をやらないとって思ってるんだけど、なかなかね、クロームこっちのパーツさえ届かないもんね、まだ。まあいいや、とにかくちょっとね、そんな感じでホースを見に行ってみます。行ってきましたが、そんな都合のいいものはねえと。ちょっと探すか、インターネットで。はい、ちょうどいいのがあったんで、2メートルとりあえず注文しときました。明日、あ、違うじゃん、今日土曜日じゃん。到着は月曜日だな。まあ届けばね、サシャいいだけだから。これ入んねえかなと思ったんだけど、入んねえよ、やっぱり。どう考えたって。まあちょっとほいじゃ待ちますか。こっちはこっちでね。よし、ちょっと待って。あー、腰が痛い。ガラス磨くか。こう聞いちゃねえからね。サチア、ウィンドウがいっぱいある、これ。反対側に移ります。あっち。し、ケツの方も磨くか。ちょっと待って、ちょっと、はい。
やべえやべえやべえかも。あっ